次はインバウンドコールのソリューションに関してなんですけど、これ、高野さん、アイブリーって会社ご存知ですか？まあ、すごく伸びてる、評判のいい会社ですよね。そうですよね。私も個人的にちょっと、興味があって調べてるんですけれども、インバウンドコールのソリューションは、実際、アイブリー社みたいないいソリューションが、ございますし、まあ、世の中的にも伸びていて、まあ、投資を、資金調達もされてて、伸びてる会社だと思いますね。で、まあ、実際、じゃあ、まあ、いいソリューションが、まあ、世の中にあるというときに、なんでいいソリューションがあるのかっていうのを、ちょっと話ができればと思うんですけど、もともと、いわゆるチャットボットとか、文字のやりとりを AI が自動で応対するみたいなのは、もう10年、8年前、8年、10年前ぐらいから、ありましたね。これはいろんな、まあ、Google だったりとか、まあ、いろんな会社が、文字を自動で判断して、音声ではなくて、自動応対するみたいなのがありましたね。で、次に、まあ、このコンテキストとか数学的モデルとか IT との相性に関してだと、インバウンドコールは結構相性がいいと思いますね、技術的には。これ、どうですか？高野さんから見て、やっぱり伸びる事業だなとか、と AI とか IT 化がしやすそうだなみたいな感覚とかってございます。そうですね。まあ、特にコールセンター系ってもう人を採用するのが難しい。そしてマネジメントするのももっと難しいって状況なんで、もうテクノロジーに置き換えられるんだったら、もうその方がいいと思ってる会社がほとんどだと思いますね。かなり極めて成長可能性あると思いますね。例えば今導入企業だとロイヤルホストさんとかが出てるんですけれども。ロイヤルホストとかだと、どういうユースケースを、まあ私もこんな感じかなみたいなのあるんですけど、ユースケースとしてはやっぱり、予約だったりとか、実際の現場の、まあ、キッチンとかホールのオペレーションを回すのが大変で、まあ電話応対の予約だったりとかっていうのは、まあどんどん自動化していきたいみたいな、そんな感じですよね。そうだと思います。まあ、予約関係とかもかなり現場の時間を食うんで、できるだけやりたくないのは本音じゃないかなとは思いますね。なるほど。そうですよね。だからまあ、インバウンドコールの場合は、ちょっと私が先ほどの日本語音声の品質と種類が、英語に比べると種類が少ないっていう前提の中で、まず、ビジネスモデルとして、ニーズはありそうだと。で、そのビジネスモデルとしてニーズがありそうだっていう次のフェーズとして、私が補足すべきは技術的に相性がいいのかどうかっていうところだと思います。私がの結論としては、IT と相性が良いし、かつ現実的にやっぱり実装できるなって思うところがございまして、まあ、例えばその予約をする場合は、予約したい人が電話をしているので、まあ、応答の日本語の、例えば、ご予約のお電話ですね、みたいな AI の応答があったとしても、その生成された音声がちょっと違和感があっても、ちょっと変だなって感じたとしても、予約すると思うんですよね。で、ものすごくその日本語の AI とかが、IT で、自動化したとしても、まあ、そんなになんていうか、日本語音声の品質が悪いからといって、まあ、それが成立しない、予約が成立しないかというと、そんなことはないと思っていて、で、もちろん、AI の音声認識自体の精度とか、AI の、ホスピタリティは、改善されていると思うんですけれども、まあ、根本的にインバウンドコールに対しては、相性がいいなと思います。そうです。で、これ、相手の方が、ユーザー側が必死だからというか で、ぜひ予約したいと思ってるっていう強い意志が
のが大きいのかな。そうですよね。だからまあ、そもそも、本当にそのユーザー側が、その AI を活用されて自動化されたときに、まあ、UX として、どれぐらい違和感を感じるかとか、まあ、その違和感が許されるレベルなのかどうか、みたいなところは、まあ、一つ大きなポイントになるかなと思ってます。うん、そうですね。